ナミさん、お疲れ様です。そうですか、出張外出ですね。電波の届かないところにいる状況もあるかと思います。まあ、この日本ではですね、ほとんどのところで Wi-Fi が飛んでいたりとか、携帯電話の電波は通じるようにはなっていますけども、でもね、稀にそうじゃないところが出てくるのもわかります。私もね、言ってみればそういうところに住んでいますからね。この我が家にいる限りは電波はビンビン来るんですけども、でもね、いつものヤマト君とのドライブコース、散歩コースの中には電波が通じなくなるところもあるんですよね。で、そういうところはきっとこれからますます Wi-Fi は整備されなくなって、電波ってのは、整備されなくなるでしょうね。今ですら人がいないんで、これから10年後20年後人が増えるってことはなくなると思いますしね。逆に今、そうですね、中規模の都市とか小規模の都市ってのは、そういったね、携帯電話のカバーがされなくなる可能性もありますよね。どうなるんですかね。基地局ってのはそこそこ間引かれるんじゃないかなと思っちゃったりします。あの基地局もメンテナンスが必要ですからね。あの格安の携帯とかに人が流れるようになると、そういった基地局の維持もされなくなるのかなと思っちゃいますけども、いかがなもんでしょうか。で、もしかしたらね、ローカルな携帯電話局ってのができるかもしれないですね。例えば中国地区限定とかね、北陸地区限定とかね、そういったエリアのカバーしかしない携帯電話みたいなのがね、できちゃったりして、まあできないかな。まあ携帯電話できないですね。はい、まあいろいろとグズグズと申し上げるところあるんですけども、やっぱ人生には台風や大雨のような災害がつきものです。そういった災害が起きた時に、まあある意味ね、保険ってのがいると思うんですよ。じゃあ保険ってのは証券会社にお願いする保険ばかりではなくってね、あのやっぱりなんか誰かとつながっているとかね、お金があるとかね、代わりの仕事があるとかね、そういったものが保険になるのかなと思うんですよ。で、それをなんかかっこいい言葉で言うとポートフォリオって言うんですけどね。じゃあ今日のテーマはポートフォリオでいきましょうか。やっぱ自分の人生を送る上で、万が一これがうまくいかなくなったらどうしようかなって時に、それを救済するための準備としてポートフォリオっていうのがあると思います。例えばね、今私たちは仕事をして何らかの生活費をそこから得る収入で賄ってますよね。でもその仕事がポシャった時にどうするって言ったら、失業保険っていう、そういうふうなね、ポートフォリオが組まれていたりとか、貯金というポートフォリオがあったりとかね、あとは誰かの家に転がり込むみたいなね、実家に帰るみたいなね、そんなポートフォリオもあると思います。で、ポートフォリオの維持っていうのは普段からやっぱメンテナンスをしなければなりますよね。例えば万が一の時には実家に帰ろうかなと思ったら、実家との関係を良くしておかなくてはなりません。やっぱりね、お父さんお母さんに嫌われていたら帰るもんも借りにくいですね。いつでも戻っておいでって言わせるような関係にしておかないといけないと思いますし、あとね、その戻っておいでと言われても、戻った挙句両親ともなんかね、もういなくなっちゃってたりとか、あとはね、介護が必要だったとかになったら、これまたちょっと困った問題になりますんで、だから普段から健康状態をね、見ておいてあげるとかね、そういうことも必要なのかなと。これはまあ両親に限らず、頼ろうとする友人に対してもそうですよね。困った時だけお願いみたいな感じで行くんではなくって、普段から何気ない時に、お互いに助け合っていくっていうところとか、頼り合っていくっていうところで、そのポートフォリオってできると思うんですよ。まあお金もそうなんですよね。普段お金を軽視しておいて、軽んじておいてね、それでいてお金がなくなっちゃった、お金に困っちゃったっていう時だけ、お金お金って探してもちょっと難しいと思いますので、普段からお金を大切にしておくとかね、愛しておくってことが大事だと思います。まあ、お金っていうのは生命に直結しやすいんだよね。どう言っても、どう個人的に否定しても、もうこれはね、本当に変え難い事実なんですよ。まあ一つの例として私申し上げますけども、私の大和君は不妊治療で生まれてます。お金がなかったら生まれてなかったです。単純にそれだけです。あとね、やっぱりこう妊娠をしてそれでも中絶するっていうね、例があります。いろんな事情があるでしょうけども、お金とか時間が潤沢にあったら、その中から、やっぱり産もうかしらっていうふうに思えることもあると思うんですよ。もちろん望まない妊娠の場合はね、それなりの処置を取ることもあると思いますよね、悲しいことながら。でもお金や時間がしっかりとあったら、なんか生まれてくる命っていうのはまだまだ多かったんではないかなと思いますし、あとはね、救える命もまだまだあったんじゃないかなと。例えばこの1年半とかの感染症騒動であったと思うんですよね。まあ、そう考えると、私たちのポートフォリオで一番大切にしなければならないのは、やっぱお金との付き合いがうまくいってるかどうかってことだと思うんですよ。まあ、これはね、本当に避けがたいことだと思います。
お金なんて関係ないよ、お金なんてそんなにいらないよって言ってる方でも、結局はお金によって生命が支えられてるという現実から逃れられないんですよね、うん、まあお金が全てではないんですけども、でもお金が大半だというそういったことかなと思います。まあですんで、これからも暗号通貨しかり、投資しかり、ビジネスしかり、多くの人には稼いでもらいたいと思いますし、稼ぐってことはどういうことかっていうと、誰かにお金を払ってもらうっていう、そういうふうなね、行動だと思うんですよ。で、誰かにお金を払ってもらうってことは、払う人にそれなりのやっぱりね、提供とか感謝が必要になってくるのかなと思いまして、今日はポートフォリオの話をね、させていただきました。ポートフォリオができてるってことは、やっぱりね、多くの人に大切にされ、多くの人を大切にしてるってことではないかなと思います。まあこんな感じですかね。お金を大切にして、お金に大切にされるような、うん、そんな、うん、関係もね、うん、必要なのかなと思いますよね。皆さんどういうふうにお感じでしょうか。で、本日は以上でございます。ナミさん、ご安全に。